集中してたから時間が過ぎるのもあっという間だったんじゃない？どういたしまして。でも俺はただ隣にいただけだろ。お、いいなそれ、気分いい。先生、授業続けちゃおうかな。お疲れ様。勉強で疲れただろうから、少し息抜きに屋上庭園に行かない？星がよく見えるから本当に驚いた。まるで空に穴ぼこが開いたみたいに、星がいっぱい。あの時は感動したな。俺たちもお前のおかげで、毎日飽きない。って、改めて言い合うのは照れるぞ、おい。彼方は、俺たち三人の関係が、巴くんが入ることで崩れると考えたんじゃないか？彼方の気持ちはわからなくもない。巴くんの登場は、衝撃的だったからな。そうだな。俺たちの絆は変わらない。だけど、彼方はああ見えて、すごく三人でいる時間を大切にしているんだよ。あいつ、意外と記念日とかに燃えるタイプじゃん？お前の誕生日はもっとすごかった。半年前くらいから地味にそわそわしてたし。そりゃもう必死で、お前に気づかれないようにしてたから。隣で見てた俺も笑わないようにするだけで大変だったんだぞ。いいんだよ。お前はそのままで。ありのままのお前を守るのが、俺と彼方の役目なの。だろ？いつの時代も、本当のヒーローは地味なもんなんだ。まずい。今日だ！すっかり忘れてた！巴くんが転校してきてから、バタバタして忙しかったから仕方ないよ。あの様子だと、彼方本人も忘れてると思う。日を改めてお祝いしてやろうよ。彼方は猫みたいなやつだから、気を許さない相手には噛みつく反面、一度許してしまうと全てを任せてしまうんだ。猫って自分のテリトリーに別の猫が入ってくると威嚇して追い出そうとするだろう。それと同じ。あと変なプライドが邪魔をして素直になれない。素直になれば、自分からすり寄っちゃうタイプだ。そっか。それならいい。いや、正直に言うとさ、本当は、俺も少し困惑してた。巴くんのこと。三人でいる時間は、俺にとっても大切な時間だったから。ああ、でも、巴くんが嫌いなわけじゃないんだ。今まで当たり前だったものが、少しずつ、変わっていくことに対する、不安に近い。
バカだよな。変わらないものなんてないのに。ま、でも俺たちの絆は変わらない。それだけは必ず守り抜くから。どうした？何当たり前のこと言ってんだよ。俺、そんなに老けて見える？じじくさい？お前までじじくさいだなんて言わないでくれよ。普通の健全な男子にとっては、最終通告も同じだ。俺の青春はもう終わったんだ。ああ、短かった。そういうことにしておくよ。ま、そうそう。小さい頃の友恵くんって、どんな子供だったんだ？子供は自分と違う人間に敏感だからね。無邪気に敵意を剥き出しにしてしまう。人間不信だったのかな。いじめられていたんだし、無理もないよね。どうした？何か思い出したのか？お前らしいな。お前はいつもそうやって心の壁を簡単に打ち破ってくれるんだ。やっと理解できた気がする。友恵くんの気持ちが。お前に対して感じてる友恵くんの気持ち。そろそろ戻らないと風邪をひくよ。うわ、もう門限過ぎてるぞ。急いで帰ろう。夜も遅いし、部屋の前まで送ってやるから。